ビジュアル系ロックバンドジャック・ケーパーのメンバー5人全員が新型コロナウイルスで陽性と診断されたことが22日バンドの公式サイトで発表された。関係者によると管轄の保健所からもクラスターと判断されたという。同バンドは今月8日と12日に東京高田馬場でライブを開催。17日にはボーカルのヒロが新型コロナに感染したことが判明しており、19日には新たにドラムのシューマが PCR 検査で陽性という結果になった。さらに20日に保健所の PCR 検査を行うギターのリクも味覚と嗅覚がない状態ということを自身の YouTube チャンネル、ジャック・ケーパーチャンネルで公表していた。その後21日にはギターのチョコとリキュー、さらに今日22日にはベースの YG、ヤジも陽性と診断された。バンドは今年4月に渋谷でマスクを配るなどコロナ対策の意識が高く、同ライブでは全てのガイドラインを守っていた。ステージと客席間にビニールシートを設置し、検温や問診票、消毒、常時マスク着用と感染対策が行われており、来場したファンは濃厚接触者にはならないとのこと。感染経路について関係者は、メイクや撮影時にマスクを外す時間帯があり、メイク道具の使い回しやメイクスタッフとの接触等、さらにはライブ後のメンバー全員での食事等が考えられますとし、舞台裏での感染対策が盲点となり感染が拡大した可能性を指摘している。公式サイトでは、この度は関係者各位、そしてジャック・ケーパーを応援していただいている方々には大変なご心配及びご負担をおかけしており、心からお詫びを申し上げますと謝罪。なお、濃厚接触者とされていたバンドのマネージメントスタッフは PCR 検査の結果陰性判定、他の複数のスタッフの検査結果はまだ出ていないという。